1954年ゴジラ誕生。ゴジラスーツの中には戦い続けた男がいた。中島春夫、顔の映らない主役。それは100キロの重さとの戦い。それは60度を超える暑さとの戦い。それは顔が映らない役という葛藤との戦い。それは未知の怪物を演じる想像力との戦い。それは自分との戦い。努力が必ずしも報われるとは限らない。ただし賞賛は戦い続けた者だけに与えられる。